ボートレース下関のミッドナイトボートレース下関フォース九州スポーツ杯は6日4日目が開催され9から 11R で準優勝戦が行われた。QR では足立勇希41イコール30が逃げて1着。コンマ15のスタートタイミングから 1M 先制するとその後は危なげなく運んで優出を決めた。足は本当にいい。エンジン様々です。 全部の足がいい。ペラはもらってから回転を合わせただけ。微調整で行く、とコンビを組む11号機の手応えは十分だ。2節前のガマゴーリ G169 周年、前節の徳山と相次いでフライング。F2 のハンデを背負っての混節だったが、勝負どころではしっかりと行くスタート力の高さを見せた。スタートは順優くらいのタイミングが精一杯だけど、 全速なら持つ足はある。V 戦もしっかり踏み込んで優勝をもぎ取るつもりだ。